はい、こんにちは、稲葉です。この前の動画では、15年前に聞こえない子供と一緒に考え合った算数を紹介しました。こちらです。この9分の8という答えがなんで出せるのかいうのを説明しました。で、その動画を見ていただいた多くの先生方からリクエストをいただきまして、続きといって、こちら。ですね。7割る4分の3とありますね。これが変わりますね。形が変わります。このように。はい。これ、まさしくひっくり返って書けるになりますね。で、これを説明したスライドがあれば、ぜひ紹介してほしいとのことでした。ということで、残っていますので、紹介したいと思います。はい。はい。では、始めます。これの前に、もうちょっと簡単に、こちら、8割る2を考えてみます。8割る2の答えはもう4ってわかりますけど、これの考え方といっては、はい。8の中に2はいくつあるのかと考えることができます。そういったら、もう答えは4個あるってわかりますね。で、ちょっと見方を変えて、1を考えます。1の中に2はいくつあるんでしょうか？はい。これを考えてみますと、1ですね。ここ。1、2ありますね。1の中に2はありますか？普通に考えたら、あるわけないになりますね。で、ここで考え方を変えます。1の中に2はどのぐらい含まれているのかと考えます。そうすると、ピンク色の分だけ1の中にあるってわかります。で、このピンク色の分はどう表現しますか ?2 をね、2全体を1つと考えた場合、半分ですね。すると、ピンク色の部分は2分の1個と考えることができます。2全体の中での2分の1個分です。で、そうしますと、はい、こうなります。1の中に2は2分の1個はあるということができます。で、この考え方を使っていきますけども、ちょっと形を変えまして、こうなります。で、はい。もし、8の中だと、このようになりますね。2分の1個分が8個、並ぶようになります。そうすると、これの計算は、掛け算になります。はい。2分の1かける8いう式になります。で、これがですね、はい。このように、割り算が掛け算に変形すると、こうなるという意味です。このように聞こえない子供たちに何遍も説明しました。はい。では、先ほどの問題。これね。7割る4分の3は、7かける3分の4と表現できます。はい。やってみますね。これは、考えます。1です。1の中に4分の3はいくつあるんでしょうか？はい、ご覧ください。はい。1は4分の4と考えてやります。これは1ですね。はい。この中に4分の3はありましょうか？はい。明らかにありますね。この分。はい。このピンク色の分が4分の3ですか、4分の3はまず1個あるってわかります。こう。すると、まだ残ってますね。緑の部分が。こちら、色を変えると、これですね。ここ、残ってる部分です。これも合わせなくちゃならないので、
どう表現しましょうか。ピンク色の部分を1と考えた場合、青い部分は3分の1個分と考えることができます。で、こっちね。で、合わせます。1個分プラス3分の1個分。すると、足し算すると3分の4個ということができます。1の中に4分の3は3分の4個分ありますと。はい。はい。こうなりますね。1の中に4分の3は3分の4個分ある。先ほどの8割る2と同じ考え方で、だったら7だったら7かける3分の4となります。はい。これが、はい。このように、割り算、分数の割り算がひっくり返ってかけるになるという説明です。はい。以上でした。はい。今の内容が15年前に寝ても覚めても考え続けたものです。どう聞こえない子供に伝えるのか。教科書なんかで見てみると、これ、ペンキ塗りの考え方で説明するのが多いんですけどね。私も子供たちもわかりづらかった。で、パワーポでどう説明しようかって考えて作ったのが、今のものです。何べも考え直して作ってます。まあ、足りない部分もあるわけですけども、消化させていただきました。まあ、懐かしいですね。15年前言うと私も結構若かったですが。はい。では、これで終わります。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いします。はい。では、また。